陣形を組み替えて突撃だー。今回は3月31日にリリースしたばっかのスマホゲーム、今三国志やっていきましょう。全てがランクアップされた三国志ゲームみたいだぜ。スタート画面からクオリティ高いですね。コードドラゴンブラッドの開発会社が制作したゲームだからな。早速やっていきましょう。まずはムービー。西暦189年、寒冷帝が崩御した。闘争と殺戮は、落葉をはじめ、天下を巻き込む。三国時代は黄巾の乱の放棄、五冠滅亡あたりから、秦が天下を統一をする、だいたい280年ぐらいのところだぜ。まずは、始める場所を決めます。お城が用意されていますね。領地をどんどん拡張していくゲームだぜ。とはいえ、武将がいないと三国志は始まりません。なので、武将をガチャで集めていきましょうか。これが出現する武将の一覧だぜ。曹操、芝居、諸葛亮、孫権、陸遜、呂布。このあたりが最上位っぽいですね。劉備、張飛、張允、関羽、周瑜あたりも強そうだぜ。早速引いてみますか。さあ、何が出るかな？お、これは。返事、勝利を既得、ここにあり。張飛来たぜ。たまたま読んだ三国志漫画が劉備メインだったので、張飛は割と嬉しいですよ。お次。へげ、呂布だぜ。天地一世を受けた以上、人の下で甘んじているわけにはいかない。このセリフ、完全に、あいつに言ってますよね。この天下の誰もが、わしを恐れている。道徳めっちゃ悪そうな雰囲気出てるな。嫌われ者ですからね。そろそろ、賢そうな武将来てくれ。お、これは。生という夢から先に覚めるのは、私を知るのは私だけよ。何言ってんだこいつ。中二か。一番欲しかった諸葛亮だろ。何これ、蛇？竜？諸葛亮は牙竜って呼ばれてもいたから竜だろうな。このヒゲは。この義の刃を主君のために立てよ。関羽の背景かっけー。やっぱり関羽でかくてムキムキでしたね。関羽の安心感すさまじいぜ。張飛、諸葛亮、関羽来たので、あともう一人。このガチャ一番レアなとこだけ演出入るみたいだぜ。さあ、来るか来るか。剣と、これで人を治めることができる。やっぱり、劉備は穏やかな感じでしたか。これで職の武将がだいぶ集まったぜ。このゲーム、武将はめちゃくちゃたくさんいて、500名を超える武将を育成できます。これ動きのリアリティすごいな。なんでも、2年間かけてキャラの 3D の動きは、すべて実際の人間の動きを捉えて制作してるみたいですよ。そして武将には絆システムがありまして、深く関連する武将と組み合わせると、強化できたりします。諸葛亮だと、周瑜、芝居なんだな。三国志を代表する軍師ですね。そして下のとこには、その武将の生涯の出来事が記されています。このゲームめちゃくちゃしっかり三国志を抑えてるぜ。数ある三国志ゲームの中でも三国志が地勢なので、すべて四川省成都市武功史博物館の下で開発されています。今度はエンブレツ伝、時代を進めながらのバトルです。黄巾のところから始まって、董卓、呂布が出てきて、曹操が力を持ち始めて、赤壁の戦いをやったりして、三国建立。このあたりで劉備たちが職を手に入れてそうですね。では、バトルしていきますよ。黄巾軍との戦いなので、敵は長方。うちの師匠は諸葛亮です。こっちだけ自由か。武将は3人選択できるんですが、序盤だと強い武将はコストが高くて2人しか入りません。さてさて、陣形はどうしますか？ちゃっかり一人一人ちゃんと動いてるぜ。そりゃ陣形組んでるんですから当然ですよ。諸葛亮の前に、劉備を配置しますか。これ戦の戦略自分で選べるんだな。やっぱり陣形は奉仕陣。30秒間味方全軍の敵に与えるダメージが 5% アップします。いけー。お、敵陣に大軍が突撃してるぜ。このゲーム UE4 のエンジンで 3D の世界が作られてるので、画面が綺麗です。凄まじいぜ。そしてブリ発動。おやー。これなんだよ。超リアリティある戦かと思いきや、ドラゴン召喚してんじゃねえか。諸葛亮の武器は神奇妙算という品質 S の技、範囲内の敵に知力ダメージを与えます。この戦、こっちが圧倒的に攻めてるぜ。武将は武将同士で戦ってるみたいですね。とどめ。采配には及ばず。勝ちましたね。勝利をこの手に。次は、関羽と張飛の組み合わせ。関羽と張飛は絆で結ばれてるぜ。桃園決議、五個大将軍。どっちも当てはまりますね。これは相性のいい組み合わせだぜ。関羽と張飛はどっちも力強いので、最前線の横に並べてみました。これよく見たら、兵力差3倍もあるんだな。関羽3000人、張飛3000人引き連れています。もっとゲーム進めて3人目の強い武将入るようになったら、すごいことになりそうだぜ。関羽が強すぎるので、関羽と対峙してる敵はもうそろそろ倒せます。さすが関羽だぜ。そして強撃。圧勝でしたね。任務、受けていきましょう。クリアすると報酬がもらえます。
強い武将3人使うためには、どんどん領地を拡大して、資源を大量に入手する必要があるぜ。関羽と張飛を行軍させて、マスを占領しちゃいますか。ちなみにこのマス、全部で、400万マスあるらしいですよ。おかしいだろ。どんだけ広い世界なんだよ。ほんと、壮大ですよね。さて、関羽たちが到着しました。おいおい、行軍しただけで疲れてんぞ。やべえ、体力管理ミスりました。なので、呂布と董卓の仲良しコンビに任せますか。そこ仲良しでねえだろ。勝ったみたいです。若干不利なはずなのに勝ったのか。さすが最強武将、呂布だぜ。これで、報酬がもらえました。というわけで、今回は、3月31日にリリースしたばっかのゲーム、今三国志でした。めちゃくちゃクオリティ高い三国志ゲームだったぜ。これ、三国志好きな人には結構おすすめですよ。動画で取り上げてないけど、マイナーな武将もしっかり抑えてあったぜ。三国志知らなくてもそれなりに楽しめそうな気もしますが、ちゃんと知ってた方が楽しさ倍増のゲームだと思います。ゲームのダウンロードリンクは動画概要欄にあるぜ。興味を持った人は、ぜひ遊んでみてくださいね。